ロットカード路上占いか。最近仕事うまくいってねえし、ちょっと見てもらおうかな。誰もいないな。いや、なんか松屋でなんかビビン丼食べてた。ここの人ですか。タロットカードってあれですよ、なんか絵柄が描いてるカード引いて、その絵柄がなんか未来を予言してるみたいな。仕事まで来なくて、ちょっと占いしてもらいたいんですけど。占うっていう感じがあるじゃん、なんかあれってなんか上の部分がなんか十字架をなんか真っ二つにした感じで、あれって十字架を半分にしたで、なんか下がなんか漢字の口っていうところ、いや口っていうかなんか箱みたいな、なんかあれ箱なんですよ。あれでなんか占うっていう風な感じになってるんだけど、あれってなんかあれってなんで聞いてます。いや知らないです、教えてくれる感じで言ってきたから。じゃあいいや大丈夫です。じゃあ早速当てそうも見てもらう。金バレなんですね。3000円。金って大丈夫なんですか。じゃあなんか早速なんかこの中からなんか好きなタロットカードをなんか4枚2枚で2枚の方で選んでください。今考えてるわけじゃないですよ。大丈夫ですか。こんな部分で2枚。じゃあこれと、これよくないカードなんですか。ちょっと待ってください。この1枚目のこの裸の女っていう、女が裸でこうやってるカード、これどういう。あ、いや、なんかこれはなんか女の人がなんかこうやってこうなんか、わいらはなんか今実際裸にはなれないんだよね。だからこれ女の人がこうやってこうこれで2枚目に。あ、ちょっと絵柄はこうやってるの見たら分かるんですけど、どういうカードなのかなっていうことで。あ、これはなんか分かんないけど、これは分かんないけど、多分なんか女の人がなんか女の人がなんかお風呂に行ったんだけど、なんか分かんないけどね。お風呂行って、それでバスタオルをなんか持ってき忘れちゃったから、なんか旦那さんかご主人様に、これは分かんないけど、なんかこうやってバスタオル取ってで2枚目。これバスタオル取ってっていうカードなんですか。いや、まあ、あの占いの結果はだからどういうのが出てるんですか。いや、それは分からない。分からないってあなた占い師でしょ。だってどうすか。いや、俺は占い師ではない。あ、だってタロットカード占いって書いて、占いとは書いてないけど。いや、俺らはなんかタロットカード絵柄モノマネ師。タロットカード絵柄モノマネ師。占いじゃない。占いではない。どういうこと。モノマネする人なの。そう、俺らはこのモノマネになんかプライド持ってやってる。ちょっとまず帰ります。占いだと思ったんだもん。お金返してくださいよ。何すかモノマネ。いや、あのなんかあのちゃんと2枚目まで見たらお金は返す。2枚目見たらお金返す。プライドねえじゃねえかよ。なんだそれ。見たらじゃあ返してくれるの。じゃあ見ますよ別に。2枚目本当に返してくださいよ見たら。じゃあこれ釣られた男っていう男が逆さまに釣られてる。これはなんか一番難しいカード出たと思って。何しづらいっていうね。ただこれは手伝いが必要。僕が手伝うの。いや、わかんないけどね、それは。わかんないけど、なんかこれは何を手伝う。これはサガです。なんかこれはモノマネが見えないんですけど。男の人がなんか、あの地球をなんか持ち上げ
てるぞみたいな、わかんないけどね、実際のところ実際ちょっとなんかちょっとなんかあ、いやなんか頭に血が昇ってなんか顔面が爆発するなってお金返してもらいますか。5,000円あるじゃないですか。3,000円しか渡してなかったの。あ、いやなんかさすがに申し訳ないと思ったんですよ。